はい、こんにちは、粉元チャンネルの粉吉です。今日はですね、年内最後の配信ということで、今年行った林道、こちらの方でベスト10を発表していこうと思います。発表するにあたって、今まで行った林道を一つ一つ確認したんですけども、動画に上げていない林道や舗装林道も含めると30以上私行ってたんですね、今年。このチャンネルも2月から配信開始をして、最初はどういった方向性で行くのか決まってなかった部分もあったんですけども、一番最初に行ったあの金谷元那線、こちらを行った時にこの林道の楽しさに目覚めてしまって、なんでね、どのね林道も優越つけがたいんですけども、その中でね、自分なりに楽しめた、 ADV でも楽しめる、そういったね基準で今回ランキングをつけました。それではね、第10位の発表です。はい、第10位は、林道畑2号線です。こちらはですね、南房総市にある林道で、おそらくね千葉県で一番南にある林道ではないかと思うんですけども、こちらのね、林道、舗装林道だったんですね。ただし堆積物が多くて、とてもね、舗装林道とは言えるような状況ではなかったんですけども、こちらの方行きました。途中ね崩落箇所があって分断されてはいたんですけども、両方のね入り口から行って行けるところまで行った感じです。その中でね、トンネル、付近までは ADV では行けなかったんで歩いて行ったんですけども、そのトンネル内に、オフロードバイクの痕跡を見つけて、かなりびっくりした、記憶があります。はい、それでは第9位の発表です。第9位は鬼灘山線です。こちらはですね、先週も行った、結構ね私もね、よく通る、林道になるんですけども、ここはね、ちょっと林道の脇にアスファルトが敷いてある、ちょっと施設がある場所があるんですけども、そこのねちょっと一角アスファルトが敷いてあるところで、結構撮影していたりして、結構ね重宝してる、林道なんですけども、こちらはね、実はいろんな支線があって、迷路のようにいろんな場所行けるみたいなんですよ。まだねちょっと ADV では探索しきれていない部分もあるので、もしね、そういったね新しい支線とかね、楽しみが増えたらランキングはもっと上位に行くと思うんですけども、そんな感じの鬼灘山線です。はい、それではね第8位の発表です。第8位はですね根本線です。根本線はですね、これは ADV にはねかなり酷な林道でしたね。溝がねすごく深くて、途中諦めてしまったりとかして、あとはねかなりハマりましたよね。もうスタック、結構したし、なかなかね攻略が難しい、林道ではあるし、いまだにね、走破した感じではないんですけども、こちらもね早めにねもう一度行ってリベンジしたい、林道です。途中にねヒルクライムがあったりとか、丸太越えがあったりとか、そういったねアトラクション的な楽しみもある、いい林道だと思います。はい、それではね第7位の発表です。第7位は、横尾線になります。こちらのね、横尾線なんですけども、千葉県でもねこれ有名な林道なんですね。距離が長くて、路面もねバリエーションあって楽しめる林道なんですけども、今はね崩落箇所があって、またここも分断されてるみたいですね。私がいた時は全線ね、通過できたので、そのままね行ったんですけども、ここのね林道も水たまりとね、泥だらけのところがあって、そこをね通るのにねかなり苦労した、
記憶があります。こちらのね林道もヒルクライムができる場所があったりとか、そういった楽しみのあるここもね有名な林道です。はい、こちらのね林道は ADV にとってはねすごい、難易度の高い林道ではあるんですけども、なんとか走破できたので第7位に、ランクインしました。はい、それではね第6位の発表です。はい、第6位は、しごま線です。こちらはね、つい最近行った、林道で、ここもね崩落箇所があって、距離はねすごく短い距離でしか走れなかったんですけども、すごいね秘境感があって、楽しめたあの景色がねすごいよくて楽しめた、林道です。マイナスイオンをねたっぷり味わうことのできる、林道で、はい、入り口のところがね少しね、走破するのが、難しい箇所があったんですけども、楽しめる林道ですね。ただしねトンネルの中がねすごくツルツルした岩盤質で、あ、今ニホンザルがいましたね。非常にね難しいし、暗くて、怖かった場所もあります。ここも ADV ではかなりきつい林道ではあるんですけども、第6位にしました。はい、それではね、第5位の発表です。はい、第5位ですが、千葉県でも一番人気のある、有名な林道金谷元名線です。私のね動画で一番最初に行った林道であってかなり思い出深い林道です。何回も実は行ってるんですよね。そういったねところで ADV でもねあの走りやすい、楽しめる林道になってます。まあ、ここはねもう皆さんねご存知かと思うんですけども、いや、これはねすごくいいところ。今はね、まだ多分崩落箇所があって全線通過できないと思うんですけども、全線通過したら、もう一度行ってみたいですね。はい、それではね第4位の発表です。はい、第4位は、牛堀線ですね。これ牛堀線と、その支線ですね、こちら含めた、第4位ということになるんですけども、私のね動画では2回、行ってるんですけども、沢登りができる、林道になってるんですね。まあ沢登りの場所は牛堀線とは言えないんですけども、牛堀線の支線ということでその先にある、場所になります。ここはね、結構ねチャレンジングで、楽しめる、林道で、水遊びじゃないですけども、涼んでいけるところじゃないかなと思います。ただね ADV で行くと、かなり難易度が高いので、結構ねきつかった記憶があります。はい、それではね第、3位の発表です。第3位は、林道湯ノ木線です。はい、こちらの林道は、私の、ね、チャンネル開設初期の段階で、行きたくなった林道だったんですけども、まあ、とてもね、ADV では行けそうな林道ではないと、最初の時は敬遠してたんですけども、まあ、ある程度ね経験を積んで、これならば行けるんじゃないかなと思って行って見事に、転んだ場所です。立派なね切通しのね壁がねどうしても見たくて、行ってしまいました。でまたね、それでもねもう一回、行ってみたいなと思える、林道です。それではね第2位の発表です。第2位はですね、たどり線になります。こちらの方はですねとにかく景色がいい、林道で、もう山のね、上の方になるんですけども、
そこから見えるね景色が絶景でしたね。でもちろんね、林道自体もねかなりね、チャレンジングな林道になってまして、 ADV でもね、かなり苦労した、林道です。ということでですね、第2位まで発表してきましたけれども、栄えある第1位はですね、今ねすぐ近くに来ているのでそのまま行ってみましょう。そろそろだね、ここかな。はい、違った、これ鹿原線だった。違うでしょう。すみません皆さん、ごめんなさい、間違えました。もうちょっと先でした。ここら辺かな、ここありました。はい、第1位ですね、第1位はボテミ線になります。ボテミ線はですね、今走っていたもみじロードのところから入る 山中線にすごい近い、林道になっております。起点から入るとですね、ちょっと最初に簡単な、ダートがありまして、その後舗装が始まるような感じです。お、ジムニーがいましたね。でここのね林道はですね、結構民家がたくさんあるんですよね。なので地域のね、方の邪魔にならないように走るような形になると思うんですけども、ここのね林道のね私素晴らしいところはね、景色もいいんですけども高低差があって、走りごたえが実はあるんですね。で距離も長くて最後の方にトンネルがあるんですね、素彫りの三連トンネルが、そういったね、ところがね、魅力的な、林道になっています。景色がいいんですよね。で春先はね結構花が植えてあって、それをね見るのも楽しみですよね。でここがね、ちょっとね、好きな場所、ヘアピンカーブです。で、見事なねこう山の景色が見えます。あんなところに建物あるんだな。ここもね春先はね花が植えてあってすごく綺麗な場所です。 ADV でもね結構走れちゃうってさっき言ったんですけども、やっぱりねここら辺は少しね緊張しますね。うわぁすごいことになっちゃってるな。二股になるんですけど、こちらの方を下っていくとトンネルになります。帰りあとこちら行ってみようと思います。違う林道になるんで、ここがねこの間崩落してた箇所なんですよね。すごいわ。軽トラ来た。あ、軽バン。地元の人だと思うんですけど優しいですよね。はい、じゃあねトンネルありましたね。トンネルの手前がこれだからね、下の沢もなんか渡ると面白そうですよね。さっきの軽もこっから来てるんですもんね。今なんか補修してるから壁面が見えないですけど、お、どうも、コウモリ、コウモリがいるって。はい、それではね先ほどの分岐のところまで来ました。
こちらね、竹岡インターの方に行く道になるんですけども、こちらも林道になってるんですよね。以前ここでね、私ね、大こけしたんで、超心配です。じゃあ上がっていきましょう。この先にね、確かね、すごいぬた場があるんですよね。多分昨日雨降ったからやっぱりすごいことになってると思うんだけど。あ、そうでもないのかな。あ、あったあったあった。あ、でもそうでもないね。でもそれでもやっぱりちょっと怖いね、今日は。あ、いけたいけた。よかったよかった。ハイオプじゃないんだね。あ、違う。バイクの人だ。さっきの人か。はい、そうそう。ここでね、ぼーっとして、走って、転んじゃったんだよね。危なかった。ここ、ここ。多分これ。割れてきましたね。でもすごい広い道だね、ここ。おお、すんごい。あら、こんなんだったったっけ？すごいガレバだ。いい、来た。よいしょ。おお、ここはすごい。で、ここも、いけた。よくもあのタイヤでいけるよな。ステップだから、一回泥のところについちゃうと滑っちゃうんだよね。すごいガレバが。あっちゃー、こっちから行こうか。来たね、また。ここはどんな感じ？じゃあこう上から行くか。おおおお、今日は結構いるな。あら、ここはこうなってるんだね。はい、ということで、東奥の線通行止めだった。まあいいか。で、奥の線これ開いてんだけど、いけんの？ちょっと見てこようかな。バイクじゃいけないと思うんで、ちょっとさすがにこれは持っていこう。これは奥の線、ああ、開けてあるのか、それとも開けたのか、ちょっとわからないですね。ねえ、行っちゃってね、閉められちゃったらね、アウトだからね。ああ、でもあれですね。の線、ここ行ってみたい気はあるけど、ゲートがあるからね。
しかもなんかバイクの跡ないし。ずっと通行止めだったんですよね。おお、すごい。楽しそうではあるよね。ちょっと、ここの林道の情報をあまりにも知らないので、ゲートもあることだし、今日はちょっとやめとこうかな。調べていけそうだったら来年行こう。閉まってたらどうしよう。誰かね、情報知ってれば教えてほしいんだけど、このね、ゲートが開いてても、どういう意図で開いてるのかがわからないとちょっと怖いよね。はい、ということで、東奥の線と奥の線でした。ふっつね。はい、ということで、今日の林道パトロールの方も終わりました。奥の線なんですけど、実際どうなんでしょうね。走っていいんでしょうか。ちょっと不安だったので、今回は見送りますが、何か情報を持ってらっしゃる方がいらっしゃればコメントいただければと思います。おお、すごいな、水たまりが。あ、避けられるのか。はい、ということで、今年1年本当にありがとうございました。またね、来年もよろしくお願いいたします。はい、それでは帰ります。ご視聴ありがとうございました。